流英部人は、江戸幕府の諸役人の人面記録。弊社は、幕臣の根岸守勇。江戸時代末期の成立。二十巻。江戸時代の初期から幕末まで、幕府役人の人面記録を役職別に分類した、もので、前職や移動年月日、家造国高も記載されている。原本は、徳川宗家、徳川常高所蔵。天保八年正月編開始。 安政5年に一旦完成。ただしか失され慶応期の記録も含む。後に、竜栄部人のあまり、竜栄部人間のあまり、竜栄部人別冊の慶応官が増補された。本来、江戸幕府の任官は、江戸幕府表有筆付属の文言帳を改め役で、公的な記録はなされた。けれども公的記録は伝わらず、江戸家を通じて、 個人編纂による任免記録が利用された。中でも徳川家所像の流営部人が最も整理されている。役職を多く網羅し、他の類書が江戸時代中途で終わるのに対して幕末の記録もあり、貴重な資料である。また、江戸時代を通じての記録のため、通覧にも便利である。しかし、視線のため誤射や誤字などで不正確な部分もあり、徳川三家や 完成重集諸下布など、他資料による傍傷が必要となっている。特に幕府植生が定まる官営年間以前は、不正角度が高い。第二本金星資料に、続編の五巻も含めた計25冊で収録されている。また、弊社の根岸守マは、耳袋の著者、根岸康森の彦にあたる。明治9年8月3日没。ありがとうございます。